半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンは台湾町に新しい開発棟を建設すると発表しました半導体市場の拡大を見込み技術開発力を強化する方針です新しい開発棟は台湾町にある子会社東京エレクトロン宮城の工場に建設されます地上3階建てで建設費用はおよそ470億円来年春に着工し 2025年春の完成を予定していますこの施設で行われるのが、半導体の表面の膜を削って性能を高めるプラズマエッチングと呼ばれる装置の開発です。東京エレクトロンでは、半導体市場はさらに拡大すると見ていて、エッチング装置の市場も大きく成長すると見込んでいます。村井知事は 新しい開発拠点の整備を歓迎する意向を示しました。東京エレクトロンののの今年年月期の決算ははは前の年より売上割割増増ええてて兆億億円円最最終的な純利益ででしたいずれも過去最高です